に知らん顔は意地悪そろそろ電話待ってる分かってるさ君の兄貴が賛成してないのはね君の立場もわかるし兄貴の言い分もわかる女好きはおいらの悪い癖でも遊びなんかじゃないよ機嫌直して来いよ来いよおいらの家まで誰でも持っているものさ納得できないだろうがでもね男は心の奥にしまってるものだよ一番大切なものだけわかるねそれが